コロンバスユニックスまたは CB ユニックスはベル研究所内部で管理データベースとトランザクション処理のために利用されたユニックスオペレーティングシステムの一種であり現在では開発は終了している CB ユニックスはオハイオ州コロンバスの死者で V6 と V7BWB ユニックスをベースに開発された CB ユニックスは社外ではあまり知られていなかった CB u n i x はリサーチ UNIX に欠けていてデータベース管理システムに欠かせないと考えられていたプロセス間通信とファイルロック機構を追加するために開発された。ベルシステムの運用支援システム製品にはスイッチングコントロールセンターシステムといった CB u n i x をベースにしたものが存在した。CB u n i x における革新的な機能には 電源異常時の再起動やラインディシプリン、ターミナルタイプ、IPC がある。CB ユニックスのユニックスプログラマーズマニュアル第1巻と第2巻プロセス間通信機能は CB ユニックスにおいてはメッセージ Q とセマホ、共有メモリーのサポートとして開発された。これらの機能は1983年のシステム V に始めるメインストリームユニックスシステムに反映され、 現在ではまとめてシステム VIPC と呼ばれている。ありがとうございます。